人とかもラジオやってるやつも全員が全員さ、俺は怪しいと思ってたんだよ、分け知り顔の子で言うじゃない、はい、俺はね、あのね、デコピンが出た瞬間に、あ、なんかあるなと、裏にあれだ、それさ、それ後付けなんだよ、そんな、みんな言うんだよ、デコピンが映った瞬間に、ね、一緒に戯れてる瞬間に、あ、これは誰かいるな、これは一人というか誰がデコピンの面倒を見んだろう、確かそうですよね、彼女はいるなって俺はその時から思ってたよってみんな言うんだけど、はい、その時点で言ったやつ一人もいないんだよ俺は全部チェックしたからな、後付けなんだよ、あの犬が映った時にそれを 言った人いないからね、一人も、ね、これは世話してる女の人がいるんじゃないか、彼女がいるんじゃないか、はい、結婚役者がいるんじゃないかって言った人はピタ一もいない、はい、俺だけだ言ったの先生だけ、その時、あ、女いるなこれってこうペッと俺は気がついたけど言わなかった大谷は思う ばかりね、思うために、そうだよ、でもあれ後付けだよな、みんなさ、皆さんそうですね、あの時点誰一人言ってないもんな、結婚のことなんかな、誰一人言ってないです、誰一人さ、よく見たらデコピンの瞳に映ってるって、嘘をつけてる彼女が映ってるって、そんな謎解きあるかっつうんだよそんなさ刑事ドラマじゃないんだからさコナンじゃないんだからさ、本当で冗談じゃないよ、そんな。しかし、本当にダメだな、岐阜の市長もな。なんで99個、あと1個やれよ、達成。100にしとけ。お前、頭ポンポンだよ、お前。そうです、頭ポンポン。お前だって、頭ポンポン、俺したことないだろ頭ポンポン。あの人は99個やったよ、頭ポンポン。あと、熱があるで、いきなり手から行くんだ。手からさ。ポンポン好きですね。ポンポン好きだよ、ポンポン好き。ポンポンも好き。ギュッとやるし。ポンポン好きよ。ギュッとやるしさ。そしたら昨日、東野がテレビで言ってたよ。はい、ポンポン、あんなね、あんなセクハラありますよ、はい。私もね、25年前、東京の芸能界来て、本当に松本明子怖かったって。いきなり太もも触ってくるってあ、これが東京のセクハラやなと思って言ってたよ、東野が。東野さん、ね、東京はちゃうな、大阪とは。大阪とはちゃうな、東京ポンポン。これを耐えなきゃいけないんだと思って。松本明子はずっと手を握ってくる。あ、これセクハラやなと思って。我慢しない。25年前耐えたわっつったの。東京の芸能界はこんなとこやねんな。怖いもんだぞ。これが常識ないやなと思ったっつったよ、お前に。みんな浴びてたんだよ。言われてましたね。セクハラ浴びてたんだよ。あれ逆セクハラだって。もう99まで行ったんだから100まで行けじゃん。キリが悪いもんな、99みたいなさ。なんか99ってなんだよ、それ。あれ、項目ちょっと見たいよな、99個な。あの、ポンポンが多かったです。頭ポンポンだろ、はいはい、あとはなんだよ、ね、手握ったり。そうですね。そういうことだろ、はい。あの、うん、僕の膝はスベスベなんだ、色白なんだってこう。よく知ってんの、お前。ズボンめくって。あ、ズボンめくって足見せるって言ったら、ね。そうだっていう。加藤ちゃんみたいな。ちょっとだけよ。ちょっとだけよ、みたいな。ちょっとだけよ、足めくって見せるっていう。加藤ちゃんそうだよ、そしたらな。面白いな。いやー、いろんなことがあって面白いな。それとです、大騒ぎしてましたですね、はい、ナイツと俺とで大騒ぎしてました、日本放送でやってくれましたけどですね、はい、あの、例の映画。映画の。おかげさまでなんかね、はい、今来てくれましたよ、はい、滑り出しは順調です。滑ってるらしいけど、ね滑り出しは順調で。東京、はい、有楽町は。東京とね、そう、はい、池袋も入ってますと。池袋。うん。はい。で、あとこの間、名古屋のね、個人的な応援団長で博士が立ち上がって、名古屋地区で、そしたらそこへ、あの、アズマックスが、はい、あれ、名古屋の番組持ってるんで。番組持ってますよ。駆けつけて、はい、だから豪華な映画、トークショーになったらしくてさ、あ、すごい。博士とね、アズマックスでわーわー応援してくれて、で、名古屋見たらね、結構入ってますね、お客さん。よかった。おかげさんで。すごい。だどうにか3日持ちこたえましたね。素晴らしい。振り切って。あと何日持ちこたえるかですよ。いや映画監督の漫才協会ザ・ムービー舞台の上の懲りない面々ということでございますが、うん、す金曜日に封切りというかね、公開されまして、はいはい、無事に昨日までと。そうですね。だから順調なんでということを今報告しました。そして、ついでですかって、こうやってね、俺は OK してないのにね、勝手にね、松岡たちが T シャツ置いていくんだよ。うん、これ何か俺のほうは字でさ、漫才協会ザ・ムービー舞台の上の懲りない面々高いだろ、はい、先生が書いた大事で、これがさ、実はですね、浅草行ってですね、はい、浅草のその東洋館ありますね、お東洋館あるよ、東洋館の一番近いユニクロがあるんですよ、うん、すぐ出たとこ行って、これ押してくださいと作ってもらいますって T シャツできてんのを売ってるわけじゃなくて、あそこでユニクロ行くと、だからこの T シャツできるんだって、同じ値段で2000円ちょいで、大体2000円ぐらい、で俺のいたずらの字でさ、まあ、映画のタイトルになってるんだけどね、はい、先生の大事の、はい、これほら T シャツ、あ、これで作ってくださいってユニクロに持っていけば、うん、これでっていうか別に手ぶらで行ってもいいんで、ええ、行ってくださいって作って、あ、そうなんですか、じゃあこれ作ってくれますのでと、
いうことなんです。東洋館すぐ近くのユニクロで、そうですね、出たところの、はい、先生の大事な T シャツが作れますよ、ね、ということですね。もうまたね、みんなね、かわいいですね。1枚しか持ってこないんだよね。一応俺だよ、これみんな山口欲しそうな顔してるけどさ、俺のなんだよ。ポカーンって言って、聞いてないわよ、その T シャツみたいな顔してるけど、1個しかないから、1点しか持ってこないから。松岡さんがさっき、はい、持ってきました。1点しか持ってこないからね。ああ、かわいいですね。ね、T シャツだと。T シャツもできますということで。そういうことでございますかね。あとは何がありましたかね。はい、日本放送さん、私もなんか、ありがとうございました。ビバリーヒルズが首位でございますという、もう。数字がね、ありがとうございます。だね、いただきました。35年目にしてね、はい、もうとどめを知らない破竹の勢い。うわ、すごいですね。だまだな、伸びしろあるって言われたもん俺。高田ちゃん伸びしろあるねって言われたもん。35年にして伸びるよって言われたもん。ちゃんたか伸びるよって言われたもん。35年ちょっと指でやってちゃんたか伸びるよ。 ありがとうございます、勉強させてもらいます。頼むよなんです。セオでございます。セオでございます。伸びるよ、ちゃんたか。もう一回伸びたら、またご飯行きましょう。もう一回伸びなかったらなしよ、みたいな。いただきました。ありがとうございます。本当だよ。すごいですね、昨日は飯島直司までしたでしょ。はい、やってました。おしゃれ。じゃこの間来てくれたじゃん、ここに。はい、結構辛かったんだね。聞くと、だって、ここ1年ちょいぐらいの間に、ご両親亡くしてんだろ、はい、そうなんです、お父様も。それ大変だったらしいね。それで家のね、実家だとか言ったらと、はい、最後は仲良かったお姉ちゃんと揉めちゃって、喧嘩になっちゃって、そうやっていろいろ大変だったらしいよ。それで和解して、はい、今回出た、テレビ出始めたんだよね。よかった。で、なんで SNS、はい、あるいはインスタ、はい、インスタグラムで写真な、すぐ人気出たよ。あれほら元気になったからやりだしたんだって。知らなかったよ、これで来た時に。そうなんですよね。そういうこと。そうなんですね。お前教えてくれないから。なんかね、もう続けてお父様もお母様もずっと、そうなんだって、はい、それ言ってたよ。島津亜矢すごいな、歌ってたね、ソウルを。すごいです、情熱大陸。なんだよ、シンク、すごい、アルサ・フランクリンな。3月17日、すごいよ、ソウル。あの人本当歌怪獣だな。歌怪獣、あれがマキタスポーツがつけたんだ、あのコピーな。歌怪獣、歌怪獣島津亜矢。俺昔演歌界の、はい、演歌界じゃない、民謡界の山口百恵って、はい、金沢君につけたんで、あれは売れたんだ、あのコピーで。そうですよね。どうだよ、お前、民謡界の山口百恵、金沢彦って言ったら、金沢彦さん。玉置浩二さんが喜んで、これ、巨匠、これはいいコピーですな。私も喋りやすい。これ、紹介しやすい。コピーがいい。このコピーがいい。だって、使わせてもらいます。なんつってさ。ろうそく消さないんですよ。知ってるね。ねえ、演歌の演歌を歌ってもらえるの。はい。ろうそくの火が消えない。ちょっと揺れるんだけどな。はい。わーって、そうなんだ。すごい声量でしたね。俺の友達の前川というディレクターと結婚して、すぐ離婚しちゃったんだよ。そんな余計なこと言わせんで。余計なこと言わなくていいんだよ。そんなことまで。あいつの離婚歴までいいんだよ。言わなくて、そんな。どこでも首突っ込んでんじゃないよ、本当にも。いやー、そういうことかな。そうでございます、ね。いろんなことがあったな。うん、はい、すごいぞ、お前。本当にさ、松村も行ったのかな、おめでとう言いに。はい、村山富市100歳になったんだぞ、お前。そうなんです。お前さ、松村行ったのかな、ハサミ持って、また。眉毛切らしてください。眉毛切らしてください。行っただろ。そうですよ。電波少年で行きましたもん。富市さん、100歳だよ。100歳。それで、ちょっと、サバ会みたいなのかな、開かれたんだよ。5、6人が集まって、お茶飲んで、5、6人テーブルがあって、ええ、で、富士さんがここにいて、ここに4、5人いて、みんなで、お茶会で、おめでとうございます。先生、おめでとうございます。すごい、ニコって笑って、おめでとうございますって言ってるのは誰だと思う？北野マサルだよ、お前。マサルお兄ちゃん？マサル兄ちゃん。相変わらず笑顔たっぷりです。マサル兄ちゃん。首突っ込むんだよ、どこでも。あら。富士さんの中になる、きっと。サバ会見ててさ。あ、そうですか。一緒にこやかにお茶飲んだもん。あ、そうですか。はい、あんたがクイズであんたがゼミナールですよって。松村がやるだろ、もう飲まれて。優しい。北野マシャルですって。お兄ちゃん。弟もよろしくって。あら。そう、映って、元気、元気映ってたね。うん、富士さんと、ニュースになってた。そうですか。まあ、いろんなことがあるもんだ。おめでたいですね。そこで、昨日はおひな様だから、もう孫のとこ行ってよ、お前、女の子、ちっちゃいの女の子いるからよ。もう、二人で熱唱だよ。ひな祭り。明かりをつけましょう。ぼんぼり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 して、お前、大変だよ、二人で歌って、お前。大変だよ。行ったよ、お前。ひな祭りの、ねえ、女の子。今の子、今風だなと思うのはさ、まあ、かわいいちっちゃいさ、ひな壇があるんだけどさ。はい。ディズニーでできてて全部な、ミッキーとミニーがお代理様があの位置にいて、三人官女がいて、それぞれのキャラクターが
で五輪林がいてさ、下に全部あれディズニーのキャラクターで、そういうのがあるんですか。そうな、かわいいんだよね、俺ちゃんとさひな壇になってんの、うん、ありがたいんだか何だかよくわかんないけど可愛いなと思ってさ。 今時ですね、今時だね、やっぱりね、可愛いね。そうですか、うわ、何でも勉強になるよ。じゃあ行きましょうか、はい、はい、本日はですね、マイペースすぎる演歌歌手でございますマイペースだよ、西方博之さんが生登場です。はい、高田文夫と松本明子のラジオビバリーヒルズ。ディズニーがね、やってる、ね、かわいいよ ね、 なんだろうね、はい、はい、今日は、演歌界から西方博之さんです。アズマックスと同じ佐藤企画の所属秘密兵器でございます。そうなんだよ、はい、もう佐藤企画大変だよ、アズマックスは、まあ、卒業しちゃったし、ね、3年で偉いよ、卒業して単価取る、ね、寄付したということ、寄付で、はい、素晴らしいです。西方さん、 この後12時からの生登場となります、はい、そんなこんな時はもう1時まで生放送、日本を放送口の減らないやつ。この時間はニュータッチ白鶴酒造がお送りします。謎かけを一つ、ネギとかけて何と解く、味噌と解きます。その心は、ニュータッチ凄麺ネギ味噌の一品、コシが強い太麺とシャキシャキおネギの味噌ラーメン、かかってないけどお湯がかかってます。さすがニュータッチ凄麺ネギ味噌の一品、凄麺はすごい、うまいヌードルニュータッチ。こんにちは、小沢幸義です。ここで一つストレッチいかがですか。はい、両腕を広げて、そのまま頭の上へ大きく円を描いて、白鶴丸、日本の酒白鶴の丸、お酒は二十歳になってから。ベリーベスト法律事務所より、アスベスト石綿を吸い中皮腫、肺がん、脊念肺、肥満性胸膜飛行と診断された方へ、ご存知ですか。建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番。第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。日本放送ラジオビバリーヒルズ。はい、じゃあメールとファックスね、はい、はい、募集しております。本日のゲスト、西方博之さんへの質問、どしどしと送ってください。はい、うん、そして今日3月4日は何の日、はい、今日は三振の日。おお、沖縄のワンストライク、ツーストライク、三振。その三振じゃなくて、バットアウトじゃなくて三振でございます。こちら三振か。はい、三味線、沖縄の琉球放送が制定しました。三味線だ。はい、三振には三味線とも呼ばれております。三味線の元となったと言われておりますので、三月四日でね。はい、三振じゃない、三振の日じゃないの。三振、あ、もう分身になっちゃったからな。いらっしゃい。はい、ね、分身になっちゃった。本日のテーマ、私と三味線、または私と三振で送ってください。メールはヒルズアットマーク1242.com、ファックスは0570-02-1242です。抽選で3名様にビバリーの名シールを差し上げます。はい、ああ、会社の移転による社内LAN環境の構築業務に追われて、私本来のコア業務である社長にゴマをスリスリする時間が取れない。社内LANのことなら一からご相談ください。 NTT 東日本。金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりクレジットカードをお持ちの方に現金が戻るかもしれないお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。その後のしつこい営業電話はありません。お電話は 0120-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ナイツの花輪です。土屋です。平野ノラです。月曜日、ナイツはラジオショーにあるあるネタで一世風靡したピン芸人、つぶやき史郎さん生登場。あれだよね、ズボンのファスナーをすごい速さで上げられる人ってかっこいいよね。それは花輪さんだけだと思いますよ。ナイツはラジオショー、今日お昼1時から。
ふみおのちょっといい話。この時間は好立地続々オープンハウスがお送りします。今日ピッチャー調子いいみたいだな。そうだな、ここまでフォアボール1個だって。え、1個立て？いや、1個だって。あ、1個立てかと思った。お前買う気だろ、1個立て。まあね。東京に家を持とう、オープンハウス。日本放送ラジオビバリーヒルズ。さあさあ、今日の週は、今日から2週間、はい、日本放送が連日お送りしてくる、あ、情報がありますと。はい、そうでございます、はい。日本放送では本日3月4日から17日日曜日までの2週間、うん、SDGs と防災キャンペーンを実施してまいりたいと思います。はい、期間中は日本放送の各番組で様々な視点から SDGs は防災について伝えていきます。なるほど。本日のビバリーでは SDGs の中でも課題に掲げられている食品ロス。ああ、もったいないですね。食べ物の余ったやつ。そうだね。はい。フードロスにつながる情報です。絵描きのね、長沢くんに送ってくれたいよ。もう食べられないんだ、うちの長沢くんはな。先生が。俺がお米送ってんだから、この時代に。いつの時代だ。コツコツ絵描いてるよ、お前。展覧会もある。一切売れないんだから。本も出すよ。はい。はい、こちらも、高田先生がいつもパンを、あ、そうね、美味しいパンを差し入りね、はい、いただくんですけども。パンをね、利用させてもらってますよ。はい、そのパン屋さん、夜のパン屋さんという活動があります。お、ちょっとエロいね、夜のパン屋さん。夜のパン屋さん、お、ジャムパンみたいな。ジャムパン、チョコレートパン、ジャムパン。夜のパン屋さんで、はい、夜のパン屋さん喜んじゃう、みんな。ジャムパンぐらいで喜ぶ。何股間に手やった。ジャムパンみたいな、ジャムパン、うん、こちらパン屋さんで営業時間内に売れ残りそうなパンをもったいないから、はい、廃棄してる、フードロスにせず、集めて回って、場所を変えて売るということで、フードロスをなくしましょうという、はいはい、新たに働く場を作り、そして雇用を生む活動として、うん、2020年秋に東京都内でスタートしました。ね、うんうん、はい。扱うパンは約25店舗の人気店や老舗のパン屋さんです。味と品質は保証付き。現在、田町の新田町ビル、はい、そして神楽坂のカモメブックス前、カモメブックス前な、はい、うん、そして大手町のアーバンネット大手町ビルの3カ所で店を開いております。この3カ所でやってると、はい、はいはい、例えば神楽坂のカモメブックス前では、はい、月曜移動にまつわる課題解決されていますか。イデオエスマスサステナブルは EV で、社員の移動管理はマースアプリで、グローバルもできます、できます、エスマスでできます。住友三井オートサービス、エスマスです。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎給付金のお知らせです。集団予防接種により B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方は最大3600万円の給付を受けられます。給付対象のご家族が亡くなっている場合、相続人に給付されます。未だ対象者の約5人に4人が給付を受けていません。まだ給付を受けていない方は給付を受けてください。特に現在健康な方とご遺族の方は給付を受けていないことが多いのでご注意ください。まずは、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番。第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。伊集院光です。毎週火曜日から金曜日夕方5時30分からお送りしている番組、伊集院光の種。メッセージテーマは日替わりです。皆さんからのお便りを次々と紹介していくことで、話の花を咲かせていきたいと思っております。伊集院光の種は明日夕方5時30分から。JA 千葉みどりがお送りする産経新聞ニュースです。ニュースデスク、後藤さんです。よろしくお願いいたします。はい、お伝えします。まず電車に関する情報です。 JR 東日本によりますと、総武本線と成田線は、津賀駅と四つ街道駅の間で発生した架線点検の影響で、千葉駅と四つ街道駅の間の上下線で現在も運転を見合わせています。成田エキスプレスが通る区間ですので、ご利用の方はご注意ください。なお運転再開の見込みはまだ立っていません。次です。週明け今日午前の東京株式市場で、日経平均株価が史上初めて4万円を超えました。
生成 AI の将来的な需要を見込んだ半導体関連株の値上がりが相場を牽引しました。さらに企業業績の拡大や日本経済のデフレ脱却に向けた期待も膨らみ、国内外の投資マネーが流れ込みました。また春闘で高水準の賃上げを打ち出す企業が相次いでいることも、外国人投資家による日本株の評価見直しへとつながりました。経済株価について今日午前会見する林官房長官です。まあ、こうした日本経済の変革に向けた取り組みに対しまして、マーケット関係者を含めてポジティブな評価があるということは大変心強く思っております。政府として株価の水準に一喜一憂せず、こうした取り組みを着実に進めてまいりたいと考えております。なお、今日午前の終値は、先週末と比べて316円1銭高の4万226円83銭でした。次です。岸田総理大臣は今日の参議院予算委員会で、自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件の真相解明に向け、継続して説明責任を果たすよう関係者に求めました。岸田総理は実態の把握について、引き続き政治倫理審査会などで説明が行われなければならないと述べました。また、来月に行われる3つの衆議院補選選挙に合わせる形で、衆議院解散に踏み切る考えがあるかどうかを問われ、全く考えていないと否定しました。立憲民主党、辻元清美、議員と岸田総理のやり取りです。だから4月5日8日の裏金解散、総理、ちょっと考えてるんじゃないですか。全く考えておりません。1兆円を超える、1兆円に及ぶ予備費を含んだこの予算を年度内に成立させること、これが何よりも重要だということ、これを再三申し上げているところであります。今考えていることはそれに尽きると思っております。次です。アメリカ軍と韓国軍は今日、朝鮮半島有事を想定した大規模合同演習、フリーダムシールドを始めました。演習は今日から14日までの11日間の日程で行われます。ただ反発した北朝鮮がミサイル発射などの対抗措置に出る可能性があり、アメリカと韓国は警戒を強めています。日産自動車が下請け業者への納入代金を一方的に減額したのは、下請け法違反に当たるなどとして、公正取引委員会が近く、日産に再発防止を勧告する方針を固めたことが関係者の話で分かりました。コストダウンのため、30社以上を対象に合わせておよそ30億円を減額した疑いがあり、不当な減額の強要は数十年にわたって続いてきた可能性があります。業者側は取引の中止を恐れ、減額を拒否できなかったとみられます。およそ30億円の減額は1956年の下請け法施行以来、最高額になる見通しです。日産は公正取引委員会から指摘と調査を受けたと認め、減額分の全額を業者に返金したと明らかにしました。ただ、詳細については現時点でコメントを控えるとしました。この時間のニュースは以上です。ありがとうございました。いらっしゃい。パセリも緑、マッシュルーム大和芋も緑、 JA 千葉緑の新鮮野菜だよ。体も心も若々しくね。オールシーズンよりどり緑、 JA 千葉緑が健康野菜をお届けします。安心です。 JA 千葉みどり。続いて網戸のことなら日照がお送りする日本放送天気予報です。今日の関東地方は日差しに恵まれ、気温は昨日と同じか少し暖かく過ごしやすい一日となるでしょう。空気が乾燥しております。火の取り扱いには十分ご注意ください。今日の東京地方のお天気、晴れのち曇り、都心の最高気温は15度、降水確率午後 0%、 夜 0%、 明日は曇りのち雨。以上お天気でした。フィギュアスケーターの渡辺のことなら日照にお任せですよね。日照さん、どんなサイズの網戸でも、どんな窓にも網戸を作り続けて半世紀以上の歴史を持つ日照が諦めずに作ります。その網戸、諦めないで、諦めないで。いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さん、よろしくお願いします。はい、お伝えします。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、アキルノインターで事故のため3キロ渋滞しています。
内回りは海老名ジャンクションで5キロの渋滞です。東名高速道路の下り線は横浜町田インター付近で7キロの渋滞です。首都高速道路は4号線の上りが赤坂トンネルの先でトラックと乗用車の事故のため1キロの。ラインキューブ渋谷、チケットは3月6日発売開始。お問い合わせは民謡インフォメーションセンター 03-3226-9999 まで。ババババンズフリー、ババババンズフリー。それ何の歌？え、知らないの？ボンズフリー、完全無料でオンラインゲームが遊び放題。いつでもちょっと空いた時間に遊べるからめっちゃ便利。なんか歌も癖になるけどゲームも楽しそうね。ボボボボンズフリー、ボボボボンズフリー。おいしいルルルルバンバタロール。あ、いい香り、柔らかい、マーガリンと合う。そうなんです、この味大好評です。山崎ルバンバターロール。高田文雄と松本明子のラジオビバリーヒルズ、本日のゲストは天然すぎるおじさん西方弘之さん。佐藤企画の秘密兵器と言われ続け、まだ知らないことがたくさんある西方さん、この後すぐの生登場です。さあ、そういうわけで今日も11時半から生放送のビバリーヒルズ、おいってこ、はい、はい、月曜ビバリー担当松本明子でございます。なんだかわかんない、謎の笑みを浮かべながら座ってるよ。今日です。もう笑ってニヤニヤして何が嬉しいんだか。ニヤ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 して喋っていいんですか？すいません、ダメ。え、まだなんですか？放送慣れしてない、放送慣れ。いいからよ、紹介して。今、コマーシャル中？今、CM。今流れてた。うん。言って、うまいヌードルヌータッチって言って。あ、うまいヌードルヌーツちゃってる。ヌーツちゃってるわ。はい、紹介して。はい、本日のゲスト、マイペースです。親父の。演歌歌手の西方弘之さんでございます。お久しぶりです。これ私の名作じゃないですか。はい、そうですね、これね、はい、我々のね、はい、私は詩書いたよ、ね、山田先生の、はい、西方弘之さん、はい、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。ちょっと相当ご無沙汰じゃないですか、スタジオ。聞いたら5年ぶり。聞いたら聞いて、自分で知るのでリバリーの月曜日はですけれども、はい、他の曜日もね、はい、そうですね、はい、東さんのと、東マックスさん、なるほど、バーター的なね、はい、そう、もうモロバーターで出してもらって、自分で言っちゃって、自分で言っちゃって、いや、肌つやいいですね。社長も苦笑いだ。社長苦笑いっていうふうじゃない。じゃあ紹介するから。はい、はい、どういう人か。あ、ね、ありがとうございます。はい、西方弘之さんでございます。はい、いつもニコニコ、佐賀県は唐津市のご出身でございます。はい、ただいま62歳、若いです、ね。もう還暦過ぎたんですね。過ぎてしまいました。なんかやったんですか、還暦のお祝い。何もやってないですよ。逆にあの赤いの着ないって言ってました。赤いの着ないの？逆に、はい、うん。普段着てるんで。うんうんうん。それは面白くない。はい。そうですよ、笑ったんだ。翔太さん、翔太さんと同じ。翔太と同じね。そうか。ねえ。ね、はい。はい、1986年、はい、25歳の時に宅配便で働きながら地元佐賀で行われました、はい、第1回ザ・スターカラオケ選手権大会に出場しました。地元でやったんだね、これ、うん、そうなんです、佐賀でね。でもすごいんですよ、うん、徳久浩二先生、おすごい、源哲也先生、おう、岡千秋先生、杉本昌人先生、四人の、してるんですよね、はい、の先生が年に1回佐賀、私の地元ですけど、審査員は立派だよ。審査員立派です。は立派、うん。それで、そこで受かったってこと？見事。一回目で出て、で、うん、今年もまだ、まあ、ずっと続いてるんです。毎年毎年。毎年続いてるんです。うん、で、それで一回出たの？一回に出て、それで優勝したのがきっかけで、見事優勝。スカウト。うん、スカウト、はい、すごいですね。これだよ。そこで作曲家の徳久浩二先生にスカウトをされまして、はい、歌のプロの世界へ入ります。すごいな。すごいです。そして翌1987年、北海水湖伝でデビューされます、うん、デビュー曲ね、はい、うん、そして1989年3枚目のシングル「遠花火」が25万枚のヒット。遠い思い出だよね、はい、これね。もう本気としたんだよね、これ。ヒットしたんですよ。そうなんだよ。本番の大ヒットとなります。そして2007年です、うん、東貴博さんも所属する佐藤企画の
の佐藤社長の目に留まります。文鳥じゃないんだよ。何目に留まってんだよ。文鳥使ってない。なんで目に留まってんだよ。いやせめてインコぐらいに言ってくれ。目に何が止まるのか一瞬浮かばなかったんだよ。ごめんごめん。目に止まったんだ。目に止まりました。目に止まった。そして歌唱力の他にトークのテイストも変われ、佐藤テイスト買ったの。これだ、こういうところで社長意外に目がないんだよ。のペースと変えちゃうんだよ。大したしゃ大して喋ってないんですよ。うんうん、もうあの台本もなくて、フリートークで。シークもそうなんです。うん、あの時間も気にしなくていいって、あじゃあいろいろってもう好き勝手に喋っただけで、うん、それ面白いと。はい。その喋りは面白いと。面白いと。社長の目に留まったんだろ。たまたま、たまたまその日がそうだったんです。すごいですね。なんで止まりまして。佐藤企画に所属をされます。はい。その辺が広がりまして、ビバリーヒルズでもおなじみの存在。あ、それで出だしたんだよね、この番組。そうですね。はい。うん、そして作詞高田文夫先生、作曲佐瀬十一先生より大役だからね。日芸コンビにより2012年日本列島やり直し音頭、2014年親父の黄昏をリリースでございます。そして昭和平成令和と言語をまたぎながらマイペースで歌い続けております。マイペースだもんな、歌い方が。本日のゲスト西方弘之さんでございます、はい、ありがとうございます。マイペースどうでしょう、相当マイペースなんじゃないの、生き方、歌い方。いや人からよく言われるんですけど、自分ってそれは正しいんだ、人が言ってんだから。そう、ね、人から言われるんだろ。そうですね。そうマイペースだろ、だってもう割と自分のペースで全てやっていくの。あ、そうだと思います。あ、だからマイペース。いや、マイペースより自分のペースなんですよ。だからマイペース。それマイペース。自分っていうのはマイってことだからね。そうです。自分イコールマイだから。マイ、MY な、とかよ。フロントの前じゃないよ。はい、前、MY で。それは自分だから。それはマイペース。マイペースですね。ペースじゃないか、その話してんだよ。マイペースなの。はい。5年ぶりに登場しましたと。はい、そうでございます。あ、どうですか、本当に。歌謡界超えてね、バタバタっとね。はい。八代亜紀さんが急にね、本当そうですよね。小軽井沢の私、八代さんに本当にあの、失礼なことを。神谷二郎さん。はい。ねえ、こう、そうそうたるメンバーが亡くなりましたもんね。本当もうびっくりしましたね。うん。特にもうその八代亜紀さんに。思い出ある。思い出あります。思い出っていうか、まあ失礼なことして。ああ、相変わらず？いやたまたまですか。たまたま。相変わらずじゃないの？八代亜紀さんの背中を、あの、思いっきりどついたことあるんですよ。なんでまた？いや、あの、人と間違えて、違うから。マイペースすぎるんだよ、お前、生き方が。で、あの、ヤシロさんも、あの、どなたかと話されてたんですよ。で、その時はヤシロさんが、空港です。空港でヤシロさんが話してる、そこ後ろからドンと行ったの？はい。うん。自分の、ヤシロさんじゃなくて、他の人だと思って、それで思いっきり背中どついて。なんでその人知り合いだったわけ？頭の中で、だから知り合いだと思った。知り合いだよく似てたんだ。いや、あの、後ろ姿だから、うん、で、髪が長くて、こう染めてらっしゃるでしょ、うんうん、だから、あ、その人だと思って、その人もそうだったんですけど。それはあなたの知り合いね。はい。で、その人かと思って。はい。うん。そしたら、その人にはドーンとどついてもいいわけ、その人は。いや、いいんです。それは良かったんですよ。その人だったら良かったんですけど、うん、で、どついた後に、振り向かれて、うん、その時マスクされてたんですよ。うんうん、それで、気づかなかったんですよ、私。八代さんっていうことを。ほんで、なんか聞き覚え、ま、あの、八代さんも優しい方なんで、怒りもしないで、その、一旦振り向いたんですけど、またその人と、その、八代さんの知り合いの人と話しさせて。話を続けてた。はい。あれ、どっかで聞いたことあるぞって、だんだんこう自分を青ざめてきて。それは失礼だね。失礼ですね。それで、その後、あの、もう時間経ってるもんで。無神経だな。やだやだ。もうそういう人間、本当やだ。東京の人間から見たら、本当やだ。ですよね。無神経で。でも、30秒か1分くらいかかってるんで、謝り損ねたんですよね。謝りはしないよな。謝れなかったんです。それは、それで、うわ、どうしようと思って。すぐ謝れよ。そうですよね。はぁ。ほんで、ダメだよ、そんなことやっちゃ。いやいや、本当そうなんですよ。ほんでもう、半年ぐらい、開けすぎで、開けすぎで。いやいや、お会いできなくて。覚えてないよ。ほんでもう、勘がもう、例えばトイレに入って座るでしょ？なんでトイレに座る感じなんだよ。座った時とか、風呂に入った時とか、もう、あーって考えても落ち込んで。あ、八代さんに謝ってもよかったなぁ。いや、もう本当100回ぐらい謝りましたね。八代さんいないで、自分家のトイレとか。自分家で謝ってもしょうがない。いや、そうなんですよ。伝わんない。でも、すいません、すいませんって、一人で謝ってました。うん。それで、やっ
っと、この話をこのビバリーで話させてもらった。したのし、あ、させてもらった。ね、またネタ被ってんのそう、いや、聞いてないよ。いや、まあ、だいぶ前ですけど、ほ、うんで、ヤシロさんが、その何週後にゲストに出ますよって時に、うんうん、振ってもらったんですよ。うん、さあ、ヤシロさんも、やあって、あの感じでもすごい優しい方なんで、うん、で、その後すぐにテレビの収録の番組でも、うん、もう朝から自分も八代さんの楽屋でも、まだかまだかって。一緒だった時があったんですか？あったんです。ほ、うんでもう、もうやっと会えて、うん、そしたら、笑顔で私をどついてくれたんですよ。うん、あら、それでもう、ね、もうスーッともう肩の力が抜けましたね。じゃあ大人だね、無神経でね。半年ぐらい。半年ぐらいな。半年ぐらいお会いできない。手紙一本先に書いて出しとくとかさ、すぐさ。いや、住所知らないですもん。知らないって、事務所探したら、事務所探したら、渡して渡してくださいって、こういうもんですって言えば、すぐ来ちゃう。そうなんですか。うん、そうなんですかって。いや、それはそうだろうだって。ただほら、自分の口で。直接じゃなくて、いや、直接謝った方がいいかなと思って。手紙とか、字だったら、ね、メールとかってあるじゃないですか。ええ、あれだと、誤解生まれる場合があるじゃないですか。手紙っつってんじゃん。メールじゃないよ。手紙で、事務所に持ってるわ。手紙だ、手渡して。手紙で書くと、なんかこう。伝わるよ。伝わりますかね。伝わるよ、下手な字でも。ええ。うん、いや逆に。やんないよりは、伝わります。はい、やんないのが一番良くないんだよ。やればよかった。すぐ謝んないのが一番良くない。人として。はぁ。でっかいの、それ。なんかこう。そう。急に小言になっちゃう。腹立つことで全然言わない。ちゃんと自分で悪いことするしさ、言い訳ばっかしてんだもん。言い訳いらないんだよ。そうですよね。動けばいいんだよ、すぐ謝って。もう言わなきゃよかったなんて今思ってる。言わなきゃ。ほんとだよ。優しいね。いや、優しかったんですよ。もう、笑顔でね、とついてくれたんですよ。笑顔でとついてくれた。本当に。ね、それでも。じゃないかもしれないよ。ってね。えいっつってとついてくれました。かわいい。で、最近は、一番親しくしているのは、トイプードルを飼い始めました。何飼ってんの、お前。いや、何買ってんだよ。買うつもりじゃなかったんですよ。なんで買ってんだよ。車に乗ってて、トイレ行きたくなって。トイレで買ったの？いやいや、車に乗ってて、トイレに行きたくなって、それで、ペットショップに、ま、トイレ借りに、のつもりで寄って。便所代わりか、お前。便所代わりか。埼玉の、埼玉県だったんですけど、それで、寄ったら、いるんですよ。それはいるよ、車、あれだ、はい、ペットショップに。ペットショップだよ。まあ、欲しくなって、で、くださいって。で、そこで思ったの？はい。瞬間に。目と目があって。はい。あらそれで、少し、もう、本当に子犬でちっちゃかったんですけど、両手に。写真ある。大きいね、もう。はい。本当だ。今、いくつですか？今、何がですか ?62 っつうんだよ、そういう時は。62です。すみません、62です。お前のじゃねえよって言うから、したらもう。あ、そうしたら、そう。笑いが増幅するだろ。な覚えてけよ、どんどん。わかりました。覚えて。いくつよ、犬は。8.1 キロです。8.1 キロ。中途半端なもんね、なんで。え体重が。体重って。面白いな。年齢ですか？年齢だよ。あ、62です。もういいんだよ。さっきのまで言えばいいんだよ。今言っちゃダメなんだよ。そうなんですか。すいませんでした。金ちゃんだったら怒られてるよ、本当に。ダメだよって、お前、金ちゃんだったら、飛び蹴り食らうよ、お前、本当に。すいませんでした。いくつなの？1歳半ぐらいです。大きくなっちゃった。そうなんですよ。で、この子の、両親が、ちょっと大きめなんで、3.5 キロぐらいにはなるかもしれませんって言われて、3.5 キロですかって言われても分かんないんで、あ、そうですか。分かんないの？はい。いや、どのくらいの大きさか分かんないから。そうなら、これから逆算すれば。ええ。こんなもんだなって思って。倍以上になるよね。なるだろ。8.1 キロですから。うん。うん。で、なってきた。なりました。うん。デコピンつうの？デコピンに変えようかなって。最近そう思いました。はい。プードルだからプーって名前ですけど。プーはい。プーっていうのプーさん。プーさん。でも最近、デコピンに名前変えようかなと思って。変えようかなと思って。いいよ、別に変えても。ちょっと、お好きにいて。わかりました。かわいいな、意見が。いや、ご飯はよく食べるってことか、これ。食べますね。で、結構、飛び蹴りするんですよ。飛んできて、自分横になってると腹の上に乗る。うっって言うの。いいね。かわいい。YouTube でバズってるってどういうことですか？これがですね、どういうこと？ YouTube。前作の、お前一人さっていう作品が、あ、これ？あ、そうです、そうです。これのそれの再生が、演歌では異例なことで。はい。自分で言っちゃったよ。いや、もう自分で言わないと誰も言わないんで。100万回再生超えて。何これミュージックビデオ？はい。何が映ってるの？自分と、
で今回その、幸せ演歌なんで、うん、実際のあの新曲出たの新曲が今一応新曲、幸せ二人一人から二人になって一人から二人ご当人は一、はい、人から二人になりました、まだも一人ですプーちゃんと一緒プーちゃんと一緒プーちゃんと二人、はい、そう言ってはデコピンだって実はね格好したからねそうですそうですね西方さんもしかしたらお前もこうやってワンちゃんと写ってるの出しといて、はい、出てくんじゃないのプーちゃんの瞳に小さい小さなデコピンみたいなほらそんな騒がれないじゃないですか全くな全くな、はいはいうん、強調いやいやそんな先生強調するのやめてくださいよ一応俺が言わなきゃ誰が言うんだよ。そうですね、誰が言うんだよ。自分で言うしかなかったんで。ね、62歳の、はあ。でもタイトルが幸せ二人。これはどういうこと？これはまた前作のその、お前一人さがすごく好評なんで、うん、あ同じ世界で新曲を書いてもらって、それであの、うん、先ほど紹介していただいたあの東花火という歌の作詞の、はいねうん、あの龍はじめさんにお願いして、はいはい、ちょっと原価継ぎじゃないですけど。はい。うんはいこちら幸せ2人こちらも動画が好調これも何ご夫婦が映ってんの、はい、これはですね、YouTube、自分とあのもう一人あの夫婦役のモデルさんが映って自分はあの、まあ、歩いてるとか、歩いてるのすごいなミュージックビデオ歩いたり映ったりあの歌ったりしてます歩いてるの、はい、いいなでももう早く20万回だって歩いてる、はい、歩いてるだけで20万回いや歩いてるだけじゃないですよすごい。なかなか、なかなか。20万回歩いて20万回すごいよ。なかなか。ですね。すごいですね、レコード会社。じゃあ、この曲、ちょっと曲紹介。今、調子のちょっと乗りかかったかな。乗りかかった。じゃあ、今、階段1、2段上がりましたよね。階段1、そう、結末ついてる、はい。はい。西方さんには5年ぶりの月曜日、ビバリということで、はい、先生に、高田先生に会っていなかった間の出来事、はい、この5年間に何があったかだな。はい。はいはい、それでは第3位は引っ越しました知らねえよえどうでもいいよ多分そう言われると思いました私え先生に どっからどこって聞いていい大丈夫どっからどこ東京から、まあ、あるところにえあるところ東京からってことは東京じゃないってことだねはい出てったってことは東京はいなるほどでも佐賀までは帰ってないでしょ佐賀ほど遠くはないですけどもう手前でも、はい、神奈川とかその辺じゃないもうちょっと先、あの、もうちょっと先。もうちょっと先っていうか、まあ、そのあたりですね。へぇー。静岡はい。あ、いいじゃん、いいとこじゃん。いいですね。え、なんでそういうとこにしたのいや、東京じゃ高くて買えないし。そうだよ、新規臭いこと言うなよ、お前。夢を売る商売なんだからな。いや、なんスターはさ、夢を売る商売だよ。富士山と、うん、いいですね。あの、海と、いい。うん、そうね。ここで、山もあって、浮世絵みたいだもんな。もう、見たいなと思ってそっちの方に行ったんですよ。うん、ここで、温暖だし、ね、そう食べ物も美味しい。そうですよ。いい。そう思って、探し、物件探し行ったのいや、もう20回ぐらい行ったの。行ったの、はい、うん。はい。それで、引っ越した後に見たら、あ、富士山見えない、海見えない。え？なんで見えないの？え？だから、いや、決める前に決める、なんでチェックしないの？なんでチェックしないの？もう全然。見なかったの？見えない。いや、もう分かんなくなっていっぱい見たから。分かんなくなって、分かるだろ、富士山ぐらい。いや、富士山ぐらい分かるだろう。まず富士山のそのロケーションね。銭湯行ったって分かる書いてあるんだから。いや、そう思ったんです。見えないの？見えない、全く見えないです。何してんの？本当そうですよね。見えない。見えなかった、富士山が。はい、それでそれが、あの、引っ越して、もう、引っ越し、もう、わさわさしてるじゃないですか、引っ越しとか。はあ、で、それで、1ヶ月ぐらい経って、あ、そういえば、海見えない。水平線見たかったのに。海もないの？海も見えないです。山の陰で。はあ、陰で。はい、あ。なんで下見行ったのよ、見に。富士山見えないです。チェックしに行ったのに。ですよね。ですよねってさ。はい。いや、言葉失わねえもん。いや、ほんともう言葉失わねえじゃん、私も。一人で。私もってさ、まあ一人だからどうでもいいけどさ。はあ、結局何が見えんの？あの、裏山しか見えない。裏山っていうか、まあ山の斜面のとこにあるんですよ。じゃあちょっと移動すると富士山が見えるわけ？だいぶ移動するんだよ。で、こっからでもだいぶ移動すれば見れるわ。富士見坂とかあるから。あ、そうですよね。東京だって。はあ、見えるわ。いや、残念じゃないですか。いや、残念ですよ。なんでどう決めちゃったの？いや、決めてしまったんですよ。なんとなく。うち見て。うん、いいなーって。はい、あ。いくら？まあ、そこ乗ってもらった。そこそこ。そうでしたか。家を買ったってことですか？家買いました、一軒家。じゃあローンで大変だよ、ローン。
大変で苦しみじゃって。払い切れるかどうか分かんないですからね。払い切れないよね。本当ね、大変。いいですね。一生懸命打たなきゃ。ね、なんでも何も見えないの。の、あの、まあ、山っていうか、前が、山の、その谷みたいになってるんですよ。谷谷。だからあの、こう、雲ができるの見えますよ。そんなの見て嬉しいか。ですよね。いや、本当に、雲ができるの見ても、嬉しくないだろ、お前。真っ白にしか見えないんで、目の前が。引っ越しベタだな。引っ越しましたということで。引っ越しベタでした。いや、そうです。はい、それでは西方さんに聞きます。またすぐ引っ越したら、次探してまた。はい、はい。先生に会ってなかった間の出来事、はい、第2位は周りが杉だらけ。そんなとこ住むからだよ。はい。そんなとこ住むからだよ。そずっと全部杉の中だろ。全部杉だらけ。しゃべってねえわ。ずっとしゃべってねえ。結構ひどい杉花粉、花粉症なんですよ。なんでそこに住むんだよ、なのに。いや、ほんとそう思いますよ。ね、見に行ったのが夏だったんですよ。夏だった夏だったら気づかなかったんですよ、気づかない。杉かどうか分かるだろう、木や、木々で。水から入ってた。うん。で、もう、その家しか見てないんで、まあ、中古住宅なんですけど、ほんで、笑ってるよ、おい。いや、ほんとそうですよね。花粉症と思ってるのに。これから花粉大事じゃん。いや、もう昨日ぐらいからもうピークです。きついです。なんでそこに住んでんだよ。いや、ほんとそうだよね。本当に間抜けだな、もう。ね、そう思います。きつい。なんで社長に相談しなかったんだよ。そういう時じゃまあ、いろいろ忙しかった。社長も忙しかった。事務所とか忙しかった。アズバックスの大学問題ね。大学問題。あら、まあ、大変。ないんですか。それでは西方さんに聞きます、はい、出来事第1位は、はい、まあ仕方ないからその家を DIY。 なんだよ DIY って。 DIY 自分で作ったの。自分でいろいろ作った。あの、いろいろと。周り全部作ったの、うん、表札がないじゃないですか。写真ある。表札なんじゃん。まず表札から。西方って書いてある、はい、うん。自分で作った。自分で作りました。切り抜いて書いて、切り抜いて、その表札の元の家の穴があって、あるんです。はい、さあ穴が大きいんですよ。うん、広いんですよ。ほ、うんで、表札屋さんに行ったら、3ヶ月ぐらいかかりそうですねって言われて、あ、じゃあ今日欲しいから今日作るわ、帰ってって言って。自分で作るわ。はい。ほんで、なんかその材料を買ってきて。あ、全部自分で作ってた。見事な。これ、トイレも何やったの？これカバー作ったの？あの、腰壁を、に憧れる。憧れんなよ、そんなもん。で、ドア、ドア表のこれ。で、あの裏が、もう、あ、ほとんど歩けない状態だったんですね。そんなとこ住むなよ、お前。ですよね。歩けないと、遭難するだろ、お前。庭って名ばかりで。住むから庭って名ばかりで、本当に。裏や斜面で。はい、あ。ほんでもう。あ、ほんと森だもん、裏。これ写真。はい、あ。こんなところ。森っていうか、ジャングルでしたよ。ジャングルだよ。はい、あ。階段を作ってた。イノシシ出るわ、タヌキ出るわ。あ、出る？はい、あ。最近は、多分、猿だと思うんですけど、裏の方にみかん、夏みかんの木があるんですよ。ほんで、ちゃんと皮むいて捨ててんですよね。猿だ。猿だと思う。頭いいから猿。猿見てないんですけど。襲われるぞ、本当に。あ、そうですか。ここで入ってくれよ、お前。皮むいて食べてる。皮むいて、5、6個むいてんですよ。なんだ、野生の猿が。多分、隣のじいさんじゃないと思うんですけど。隣近いの？隣は、隣ありますね。近くにあるの？はい。これで、ね、レンガも作って、はい、ご自分で、これで動物が現れたら、大変だな、イノシシだとか。大変だ。現れたら。もう、穴だらけでしたよ。ご自分で DIY で作って。で、DIY、うん、自分でやるしかないなと思って。DIY だもん。はい。やったことなかったんですよ。はで、いろいろ知識もなければ技術もないって、携帯、スマホ、うん。スマホを見たらいろいろ出てくるじゃないですか。うん、それ見ながら。それとか、本見て。うん、最初もう DIY って分かんなくて、USB とかですね。そう、わけ分かんないこと言ってたんですよ。すごいですね、でも。全部買った。いや、もう少し残ってもらえば。はい、心の中でございました。はい、渡辺美樹です。ワタミが新総合居酒屋を始めました。東京大井町の駅前にオープンしたワタミのこだわりのレンガイは、焼肉の上村牧場、お寿司の寿司の輪、四川中華のワンズガーデンなど、ワタミグループの人気専門店が集結した新しいタイプの居酒屋です。サントリー山崎12年ワタミファウンダーチョイスも楽しめます。アパートマンション空いてて困った、どなたか借りてくださいな。それならザ・ビーフ、築年数問わず空いてるお部屋借り上げます。一
一部屋からの賃貸保証はリーブライフ21のザ・リーブにお任せ。 045-325-5600。 ザ・リーブ。はい、ここで中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。ナイツの花輪です。土屋です。平野ノラです。月曜日ナイツはラジオショーにあるあるネタで一世風靡したピン芸人つぶやきしろうさん生登場。あれだよね、ズボンのファスナーをすごい速さで上げられる人ってかっこいいよね。それは花輪さんだけだと思いますよ。ナイツはラジオショー今日お昼1時から。ここで日本放送交通情報です。まずは、電車に関する情報です。 JR 東日本によりますと、総武本線と成田線は津賀駅と四街道駅間で発生しました架線点検の影響で、千葉駅と四街道駅の間の上下線で現在運転を見合わせております。 JR 東日本によりますと、運転再開は午後4時30分頃の予定です。ご利用の方はご注意ください。それでは日本道路交通情報センター水村さん、よろしくお願いします。はい、首都高速道路は4号線の上りの赤坂トンネルの先でトラックと乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。それでは中央道東名高速方面から都心環状線の霞ヶ関までのルート情報です。中央道の稲城インターから首都高速4号線を上ると45分、東名高速の東名川崎インターから首都高速3号線を上ると25分です。次に5号線の板橋本町から湾岸線の空港中央までのルート情報です。5号線を竹橋ジャンクションまで上ってから都心環状線外回りと11号台場線を通り、有明ジャンクションで湾岸線に合流すると40分、熊野町ジャンクションから中央環状線の山手トンネルを通って大井ジャンクションで湾岸線に合流すると35分です。このほか圏央道の外回りは東京の川口トンネルで事故のため6キロ渋滞しています。日本道路交通情報センター水村でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報はナイツザラジオショーの中で1時30分頃お伝えします。愛リスペクトオールツアーザファイナル。去年10月から始まった全国ツアーのファイナルが3月24日日曜日、東京国際フォーラムホール A で開催。夕方5時開場、6時開演。チケットは全席指定税込み8500円。詳しくは日本放送イベントページへ。ベリーベスト法律事務所より、集団予防接種により B 型肝炎ウイルスに感染した皆様へ、昭和16年から63年生まれの方を対象とした最大3600万円の給付が現在行われています。まだ給付を受けていない方は給付を受けてください。特に注意が必要であるのが、現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方です。これらの方は給付対象にもかかわらず給付を受けていないことが多いです。最後に、この給付金ですが請求期限があります。期限が切れる前にあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。いつでも注文でき、すぐに届くネット通販。いつも品揃えを絶やさないコンビニ。そこには当たり前の日常を支えるドライバーがいます。ドライバーの労働環境の改善にご協力を。千葉県トラック協会。どうも、さやかです。 Spotify で何聞いてる？俺はポッドキャストかな。あー、俺は音楽が多いね。揃えた方がええな。は？いや、コンビはスーツ揃えたりするもんやから、 Spotify でどっちをよく聞いてるかも揃えた方がええやろ。そんなん揃える必要ないやろ。いやで、俺はポッドキャスト聞き続けるで。じゃあ俺もポッドキャストにするわ。
あ、合わせてくれるんや。音楽もポッドキャストも無料で楽しめる Spotify。 古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 157-999。 出張買い取りはカメラの北村、高価買い取りキャンペーン中。3月4日月曜日、松本明子の天気予報です。東京地方今日は晴れ時々曇り、日中は日差しもたっぷりで過ごしやすいですが、花粉が非常に多く飛びますのでご注意ください。この後も西方裕之さんにお話伺います。さあさあ、野生の猿とともに、はい、ちょっとだけしましょう。まだ会ったことないんですけどね、猿とは。大丈夫ね。はい、じゃあ質問がまたね、リスナーから来てますので。はい、たくさんいただいております。はい、ありがとうございます。はい、こちら、千葉のかまじいからいただきました。かまじい。はい。西方さん、洋画にあったファミレスのアーニーズ、はい、覚えてますか？そんな前からですか？洋画？はい、はい、知ってます、知ってます。アーミーズだもんの、はい、夜。アニーズっていうのがあったんですよ、洋画の。デニーズじゃなくて、アーミーズ。デニーズじゃなくて。アーミーズ？アニーズ、はい、アニーズ、はい、夜ね、社長さんと西方さんがよく食事にいらっしゃってましたよって。はいはい、食べたの？30何年前、35年前。そんな昔？はい、うんうん。そうですか。はい。私は当時、うん、そこで働いておりまして、当時働いておりまして、はい、たまに西方さんとお話をさせていただいておりました。そうでしたか。その頃から、ひっそりと応援しております。田舎の方に、杉だらけで、杉だらけで、これからも頑張ってくださいと。ありがとうございます。ありがたいですね。長い目で見てると、ね、見てて、かまじいさんありがとうございます。知ってる人いるんだよな。アニーズって久しぶりに聞きましたね。アニーズ。アニーズに行こうって、デニーズでしょって言ったら、うん、いや、アニーズだって。社長が。はあ、いやいや、あの、昔。昔。はあ、ありがたいですね、はい、こちらは正弘さんからいただきました。西方さん大好きです、うん、大ファンです。 ありがとうございます。変わった人がいるいやいや、うん、先日の安曇野でのコンサート、はい、最高でした。すごい、ね、歌も素晴らしかったし、西方さんのトークも楽しい、うん、トークも最高です。西方さんの面白さどこから来るんですか。安曇野でやってたの。はい、行きました行きました。いらっしゃるんですね。すいませんでした。ありがとうございます。ね、歌もトークの面白さはどっから来るんですかと。そのトークのマシンガントークで、トークっていうかその時思いつきなんですよ。何も考えてないんです。はい。ね、ありがたいです。いや、嬉しいですね。はい、こちらラジオネーム梅さんからいただきました。ありがとうございます。西方さん、はい、ネギ、玉ねぎが苦手だと聞きました。ネギ、玉ねぎ。はい、うん。それ以外に苦手な食べ物、好き嫌いは。ダメだろ、ネギ、玉ねぎ。自炊でしょ。玉ねぎ、はい、美味しいじゃん。あんな美味しいもんないじゃん。いや、好きな人の言う。大好きな人はそういう風に言うんですけど。うん、嫌いなの？ダメですね。ネギも。ネギも。長ネギもダメだ。はい、あら。でお蕎麦やな、これ長ネギちょっとちょっと切れない。入れないです。入れない。入れないの。はい、あ。ラーメン屋さんに。鍋とか。ネギも入れない。ネギは、鍋とか、ほら、一緒に食べるときは、言えないから、自分でよく食べるんですけど。やっぱ、いや、ダメなんだ、ラーメン屋さんのネギって困りますね。いっぱい広がるから。広がる。ネギいっぱい、もう広がるじゃないですか。麺と麺の間に入るじゃないですか。で作り直して、3回作り直してもらったことある。えぇ、ー、作り直すの、それで。なんか、ほら。クレーマーなの？いやいや、違う。クレーマーなわけ。こう、作るときに、うん、こう、もういつもの癖が、あるじゃないですか。ね、うん。で、それで、あーって、もう手、ネギ持って作る人が、手を持って広げたときに、はい、あ、はい、香りがダメ。香りがダメ。目が回るんです。あ、目が回る。パチョレックさんです。前にビバリーに出たときに、はい、自宅のポストを自分で作ったら、はい、巣箱と間違えられた。巣箱。そのポストに野鳥や鳥、うん、モモンガなどが、はい、来るよな。だってもう、ね、いやそうですか。はい、屋根付きの、うん、よくあるじゃないですか、ポスト。いわゆるもう漫画とかでよく見るポストで、うん、それ作ったんですよ。もう引っ越そうと思って、そのまだ引っ越す前に。ただいま一応新曲幸せ二人が発売中。 BGM 流れてますからね。YouTube でお前一人さ、はい、108万回再生ご注目を。そしてライブの視点があります。はい、ライブがあります。東京演歌ライブ中野、3月27日水曜日、昼間の1時30分、13時30分開演です。中野ゼロホール、ゼロホール、ね、ショーホールに集まってください。全席指定の2500円です。お問い合わせは中野ゼロチケットセンター、東京03
03-3382-9990、はい、東京03-3382-9990、はい、西方さんの公式サイトもご確認いただきたい。ここで生歌が聞けますんでね、はい、よろしくお願いします。最後に一言どうぞ。メッセージを、今日生歌、これから、あの、竹君に生歌歌うんですけど。あ、そう、どう、話聞いた、聞いたか。NHK の、NHK の早歌、来週の11日の日にオンエアされます。素晴らしいですね。収録ね。それじゃあ最後に、じゃあ曲を一曲でお願いします。はい。はい、西方弘之さんです。はい。では、あの、前作のお前一人さを。最大3600万円の給付金制度？前から気になってたは今日で終わりにしませんか？まずは対象かご確認を。0120-70-7000番。70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。この前、知り合いからしじみをいただいたんですよ。しじみいいですね。でね、すっきりしない朝、しじみ汁を作ってみたんです。一口ずずってすすったら、まあ染みましたね。すっきりしますよね。栄養たっぷりだし、うん、また飲みたいじゃないですか。このすっきり感をもっと手軽に手に入れるにはどうしたらいいだろう。そこで調べましたよ。で、見つけたのが、しじみ習慣。しじみの栄養をほぼ丸ごと。ソフトカプセルで飲みやすいし、これしかないという感動をね、先に伝えたかったんです。ちょっと試してみたいというあなた、この後のナレーションお聞きください。販売実績は1300万箱を突破。2011年1月から2023年11月の TPC マーケティングリサーチ調べで、しじみ健康食品13年連続売上ナンバーワンのしじみ習慣です。まずは29種類以上の栄養成分、9種類の必須アミノ酸、ビタミン B12、カルシウムなど、体をいたわるしじみの栄養がほぼ丸ごと入っています。しじみそのものを煮出したエキスです。ちょっと試してみたい、実感したいというあなたへ。初めての方に限り、1300円相当が無料。サンプルを2箱無料でお届けしています。サンプルは1箱の中におよそ5日分、10粒入っています。それが2箱なのでおよそ10日分ですね。実感できますよ。お問い合わせは0120-443-012、0120-443-012 まで。さらに送料も無料。一世帯様一回限りとなります。お電話お待ちしています。それでは電話番号をもう一度。お問い合わせは 0120-443-012。 お届け返品なども 0120-443-012 までどうぞ。自然食券からのお知らせでした。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るならTR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。拓亮建設グループ。TR コーポレーション。で、今すぐ検索。スペシャル。ラジオリビングスタジオには、かきはなさんがやってまいりましたよ。もう今週はラジオビバリーヒルズの力を借りながら生でお伝えしていくというスペシャルリビングでございます。前向きだね。ありがとうございます。前向きだね。今週の日本放送スペシャルリビングの初日はですね、日立、白熊くん。黒熊くんが。黒熊くんが持ってきたね、黒熊くんが。黒熊ってなんか、もうイメージ悪くないですか、黒熊くん。鼻黒みたいな。黒熊くん。白いですから。白熊くんですからね。白熊くん、座ってる、座ってる。これね、2023年版なんですよ。これがポイントで、4月になると確実にただでさえエアコン高いんですが、4月になると確実に値上がりするんです。あ、そうだろうな。なので、これから発売される新モデルと機能はほとんど変わらない2023年製モデルを破格のお値段でご紹介できる。今買っと得だってことだ。今ものすごいお得なんです。今年の夏も暑くなりそうですね。そうなんですよ。これも夏も冬もエアコンは使えますし、省エネ性能が抜群ですからね。なるほど。しかも今回もスペシャルの初日ということで、ラジオリビング頑張りました、買い替えの場合は下取り価格を増額しまして、今お使いのエアコン、古いエアコンを、31,000円で下取りしますね。え、3万下取りしてくれるんですか。下取り3万だって。だからこれから申し上げるお値段がすごいです。まずある業者では工事費と合わせて6畳用が123,090円だったところ、ラジオリビングは通常13,000円以上する標準取り付け工事費も含めて、
税込み99,800円。さらに、さらに今申し上げたように古いエアコン、お使いのエアコン31,000円で下取りするということは、実質お値段は税込み68,800円です。はい、お安い、お安いです。高くない。しかも通常1年の保証期間をですね、はい、1年の保証期間を追加料金なしで7年に大幅延長します。7年も7年もオリンピック2回見れる下手すりゃ生まれた方が小学校上がりますよ。もう見てください、このエアコン使いながら、オリンピックパリの次も見てください。お願いします。すごいね、はい、もう4月以降エアコン確実に値上がりすると言われている中でこのお値段です。しかも、はい、下取りのエアコンが1台でもあれば、今回何台購入されてもそれぞれ31,000円引きしますんで、そうなの、はい、もう今までエアコンつけてなかった部屋にも新しく取り付けるチャンスですね。何台でもいい。さらにラジオリビング限定特典として空気清浄フィルターとステンレスフィルターもお付けして、お値段はこの安さですからね。6畳用のほか8畳から14畳用までご用意しておりますんで、はい、重い0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。はい、柿原さんありがとうございました。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやガソリンスタンド、 ETC 付きのカードも対象です。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お便りいきなり大笑い。今日は三振の日、はい、ね、3の4でね、3月4日、三振、はい、三味線ね、はい。はい、私と三味線、三振でいただきまして、はい、ありがとうございます。ラブリー明太子さんです。三味線といえば、うん、松村和子さんの帰ってこいよ。いよペン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 、ない、かっこよかったな、あれ。かっこよかったです。帰ってこいよ。ね、すごい高いハイトーンで素晴らしかったです。すごかったね、はい、うん、こちらは荻窪番長さんです。三味線と聞いて思い浮かぶのは、コマ撮り姉妹でございます。あ、そうだ、お姉さんのだ。つまびく三味線に。そんなの分かる人もいないよ。あっちで山口が頭振ってるけどさ。分かっちゃってるんだよ。お姉さんの。年が分かるよ。お姉さんのつまびくで。コマ撮り姉妹。これが思い浮かびますね。はい、こちらはラジオネームパン屋のおじさんです。志村健さんの舞台、志村公演に行った時、津軽三味線を弾いてお見事だったですね。最後は毎回やるもんな。最後はくるっと反転して、ふんどしのお尻を見せたったんですよ。そうそう、志村君な。ねえ、ありましたですね。うん、こちら、パパのママレードさんは、三味線というと、チャッキリ、チャッキリ、チャッキリな、チャッキリ娘が、チャッキリ娘さんや、かしまし娘さんの。20年前、息子の結婚式のためにカードで借金をしました。結婚式は成功しましたが、翌日から借金返済のプレッシャーが。それでも18年かけ完済。完済後、夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが、後日、100万円を超える現金が戻ってきました。まだ電話していない人は、疑いたい気持ちもわかりますが、電話だけはした方がいいと思います。電話代はタダですし、私は帰ってきたお金で、夫との温泉旅行を計画中です。このように、キャッシング、カードローンの経験がある方には、現金が戻るかもしれません。あなたも対象か、無料でご確認を。お電話は、0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。乃木坂46、久保史緒里です。第49回ラジオチャリティーミュージックソンへの温かいご協力ありがとうございました。ミュージックソンの募金受付は終了しましたが、 LINE 公式スタンプは3月14日まで発売しています。私のイズイーなど取り下ろしボイス付きのスタンプをぜひ使ってみてください。続いてはハロー。目的に合わせて選べる千葉公認のマイカーローン、教育ローン、リフォームローン、がん保証付きプランも用意しております。
インターネットでお申し込みからご契約まで可能です。詳しくはホームページでご確認ください。千葉工芸。ご契約には審査があります。ご利用は計画的に。教育評論家の小木ママこと小木直樹です。すくすく育て子どもの未来健康プロジェクト、ゲストはこの方です。関根麻里です。私も一ママとして皆さんと同じです。もう仲間がいると思うと私も頑張れるんですよ、うん、放送は今度の日曜朝6時4分から。ゲータがカラコロ。こちら西方博之さんの、これ一曲じゃないですか。はい、東花火。東花火、なるほどね、はい、東富士山とも長いな。富士山が遠かったって。東富士山、富士山も見えない、見えないよみたいな。東富士山、はい、ありがとうございます。まずは当選者、はい、ビバリ名シールです。木更津市のシュリンプさん、うん、京都市のシンゴタンさん、船橋市の船橋のケンちゃんさん、以上3名様にビバリ名シールをお届けします。はい、おめでとうございます。おめでとうございます、西方博之さんの東花火に乗って今紹介しております、はい、そして今週のビバリですが、はい、火曜日明日のゲストは和楽器バンドの人気ボーカル鈴花優子さんがいらっしゃいます。和楽器バンド、はいはい、そして水曜日は、ゲストに招待一門の一番弟子春風亭少々さん、少々もね嬉しかったからよかったね、はい、いらっしゃいます。木曜日は清水みっちゃんとナイツ音楽道場破りお魚リクエスト、謎かけのお題はこのほど芸術選手取ったのすごいんだよ。ねずっち、ねずっち芸術者のね新人賞取ったの。うわー、すごいですね。古い世界だよな。本当ですね、ゲズッチこんだけやっても50近いのにさ、新人賞だからね。そうかそうか、送りが何認めたの。でもすごいよね、はい、うん、そして金曜日は高田文夫先生、はい、松村邦弘君、磯山さやかちゃん、恒例週刊 IQ クイズです。はい、そしてスタジオ来週月曜日のゲストが、はい、俳優も OK ロックバンドのド発展マスコ直澄さんがいらっしゃいます。面白いんだよね、マスコさんね、はい、あ最近またちょこちょこ出てるね、いろんなのね、やってるやってる、はい、そして先生のブログにもありました、ね、長澤貴弘さんの展覧会顔顔顔、うん、こちら3月9日土曜日から23日土曜日までの神楽坂駅徒歩5分のギャラリー、私のブログに載ってますから地図調べてね、はい、エイトエイコで開催でございます。ここ本がね自費出版出しましたから。そうなんです、私とか花輪くんとかね、はい、白山とか、はい、大田君とか、一之助さん、松村君、太田さんの顔でございます。よろしく。そしてあこちゃんの何、これは、はい、はい、3月14日月曜日、ね、木曜日ライブでございます。アイドル不作組の、小林千恵さん、木本優子さん、松本彦子でアイドルナイトライブをやりますので、うん、なるほど、はい、銀座ケネディハウスで、ケネディハウスね、はい、ケネディハウスでやります。これナイツの姿は 見えなかった、いるのかな。お隣のナイツさん、ノーラちゃん、おはようございます。おいた、はい、お生か、映画のおめでとうございます。おかげさまで1日から公開されて好評みたいですよ。映画の方なんか滑り出しがいいと、滑り出しがいいですよ、おうおう、ありがとうございます。本当に皆さんのおかげで素晴らしいですね。福岡だけが7人なんですけど、あとはもう本当大体福岡7人はいらないから、7人気になるけど、福岡はいいけど、あれ名古屋の方はほらアズマックスも行ったって、はい、そうなんですよ、東さんの博士が、ね、宣伝隊長として助かるね、みんなで、ね、ありがとうございます。長屋で助けやってみんなで、博士がまた伊集院さんにも送っていただいて、今度伊集院さんもなんかいいよいろいろ大変だな、ね、じゃあそっち頼むよ。ありがとうございます。ビバリーはまた明日、さようなら。